マイリン・ベンデは、ドイツ出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、夫でもあるダニエル・ベンデなど、旧姓での登録名は、マイリン・ハウシュ。2010年バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックドイツ代表、2009年オンドレーネ・ペラメモリアル優勝、1992年にスケートを始めた。2006年までは、シングルの選手として、 試合に出ており、ドイツ選手権のジュニアクラスとノービスクラスで4位になったことがある。2008年9月にダニエル・ベンデとペアを結成。結成したシーズンからずっとヨーロッパ選手権と世界選手権に出場している。2010年、エリック・ボンパールハイではグランプリシリーズで初めてメダルを獲得。2011から2012シーズン、スケートアメリカでは8位。その後、 犬猿の影響でロステレコムハイは出場を見送った。ヨーロッパ選手権ではフリーの前の公式練習でフランスペアを避けるためにマリバルトマンと激しく接触したものの出場し7位で試合を終えた。2012から2013シーズン、岐阜の首都ベンデの父の病気によって準備ができなかったためにロステレコムハイの出場を辞退した。 12月の初旬にベンデが追感版ヘルニアを発症したためにドイツ選手権、ヨーロッパ選手権の出場も辞退。一度も試合に出場しないままシーズンを終えた。2013年6月6日、婚姻届を提出、6月8日に挙式をし結婚。登録名をハウシからベンデに変更した。2014から2015シーズン。 グランプリシリーズにエントリーしていたが、ダニエルの怪我のために出場を辞退。その後、ダニエルの怪我を理由に競技からの引退を発表した。ありがとうございます。